お前みたいなやつは俺のタワマンから出ていけ。手取り14万の雑魚が。そう言って私を追い出そうとしてきた夫。いつもなら怖くて縮こまる私だが、もう覚悟は決めている。いいけど大丈夫。私があることを伝えると、夫の顔が一気に青ざめた。私の名前はのぞみ、30歳の専業主婦だ。と言ってもつい最近結婚したばかりの新婚だ。夫の正人とは合コンで知り合った。彼は私よりも3歳上なのだが、年上らしく包容力があり、そして顔もかっこよかった。大企業で働いていて、現在は課長を務めているらしく、言葉は悪いが好条件の男性だった。そしてそれを抜きにしても、彼はとても優しくて紳士で、私は内面にも惹かれていた。連絡先を交換した私たちはそれから2人で会うようになり、何度かデートを重ねて交際がスタート。それから1年ほど付き合った頃、彼からプロポーズをされたのだ。プロポーズの場はベタだけど、夜景の見える高級レストランだった。だけどそのお店はかなり高いお店で、料理がものすごく美味しかった。もしかしたらプロポーズをされるかもと思っていたのだが、あまりに料理が美味しすぎて私はそのことが頭から離れていた。だから彼から指輪を渡されて結婚してほしいと言われた時は、ものすごい驚いていたようだ。後から彼に、バレてそうだなって思ってたけど、のぞみの反応を見てサプライズが成功したようでよかったよ、と言われたので、本当にびっくりしていたのだと思う。そんな感じで彼のプロポーズも成功し、私も二度得したような感じになり、嬉しさ満点の状態で私たちは結婚することになった。それから私たちはすぐにお互いの両親へ挨拶に行った。彼は愛情表現が欧米人のようにストレートで深い。だから私の両親への挨拶もすごかった。僕はのぞみさんのことをこの世界で一番幸せにします。安心して僕に娘さんを任せてください。力強くそのように言った彼に、私の両親もその誠実さを感じ取ったようだ。マサト君、大事な一人娘をどうかよろしく頼むよ。父と固い握手を交わす彼を見て、私はこの先の結婚生活は絶対に幸せになると確信していた。その後、彼のご両親へのご挨拶も無事に終わり、両家の顔合わせも済ませて私たちは結婚式を挙げた。二人で考えた理想の結婚式は、参列してくれた人たちからも好評で、とてもいい思い出になった。そして始まった新婚生活。夫からは結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、私は寿退社をして専業主婦になった。それからは家事を一生懸命に頑張った。私はもともと一人暮らしの期間が長いので、料理は得意だった。だけど、専業主婦になったからにはもっとスキルアップしたいと思い、いろいろと勉強をして腕を上げた。この肉じゃがすごく美味しいよ。本当。よかった。料理上手なお嫁さんをもらうことができて、俺は幸せだな。夫はとても幸せそうに、私の料理を食べてくれて嬉しかった。喜んでもらえると、もっと頑張りたくなるのが人間というものだ。その後も私は料理を勉強し、メニューやレパートリーを増やしていった。それから1年ほど、私は専業主婦として家事を一生懸命に頑張った。そんな中、夫がこんな提案をしてきた。結婚したばかりの時は、結婚式費用などの回収のために引っ越さずに俺のこの部屋に住んでるけど、もうそろそろ新しい部屋に引っ越さない。確かに夫のこの部屋は広いけど、もともとは一人暮らし用のマンションだ。だから収納とかが結構足りなくなっている。結婚して1年経ったし、確かに新しい部屋を借りるのはいいかもしれない。うん、いいと思う。よっしゃ。じゃあ俺がいい部屋探しとくわ。
私はてっきり一緒に探すものだと思っていたので少し戸惑った。だが夫は完全に自分一人で探すつもりでいる。まあそもそも引っ越しの提案をしてきたの夫だし、そこまでノリノリなら任せようと思う。本当は一緒に間取りとか見たりしながら、ワクワクしながら探したかったが、それから 1,2 週間ほど経った頃、夫がいろいろと資料を持ってきた。この辺がいいと思うんだ。私は夫が一緒に探すつもりがあったのだと思い、嬉しかった。むしろ選択肢を狭めてくれて、ありがたいと思ったほどだ。だが夫が持ってきた部屋の資料を見て私は驚いた。27階、29階、30階。これって全部タワマンの部屋じゃない？私がそう聞くと夫は得意げな顔で答えた。ああ、だって俺は超有名な大企業で課長なんだぜ。その辺の企業の課長の何倍も給料がいいんだよ。だからこのくらいの部屋に住むのは何の問題もないってことだよ。そう。私は時折夫が見せるちょっと傲慢なところが気にはなっていた。だが夫は口先だけではなく確かに稼ぎもいい。実際に言っていることを実現しているから私もあまり強く言えないのだ。それにタワマンでの生活というのも確かに体験してみたかった。私は夫と話し合い、条件に合いそうなタワマンの部屋を契約して引っ越すことにした。うわあ、すごいね。最高の眺めだな。新しい部屋はとても豪華で綺麗で広い部屋で、30階だったので景色の眺めも素晴らしかった。これからこんなすごい部屋に毎日暮らすのか、全く実感が湧かない。台所はシステムキッチンで広くて、まるで料理人や料理研究家が使っていそうなくらい立派な台所だった。おう、俺の書斎もいいな。夫は理想通りの部屋に引っ越すことができてとても満足そうにしていた。俺も成功者の仲間入りをしてるって感じがするな。夫はそうやって言って喜んでいた。別に成功者の仲間入りとかじゃなく、単純に広くて綺麗な家を喜べばいいのにと思ってしまう。だが男の人の方がそういう成功とかの部分に固執するのかもしれない。そこは私が踏み入るところじゃないなと思いながら、私は適当に聞き流していた。それからタワマンでの生活を満喫していた私たち。結婚してからも2年が経過していた。この頃から私はだんだんと働きたい欲が出ていた。タワマンで専業主婦として暮らすことはもう十分満喫した気がする。それにいくら夫の稼ぎがいいとはいえ、なんとなくこのまま安心しきってはダメな気がしていた。ちゃんと自分でも稼ぐことをしないと、そういう気持ちになった。だから私は夫に頼んで、家事はしっかりとやるから働きたいということを相談してみた。ダメ元でのお願いだったが、夫はしっかりと家事をやるならいいと許可を出してくれたのだ。私はすぐに求人を探した。すると条件がちょうどいいジムの仕事を見つけた。朝から夕方の16時半くらいまでの仕事だ。私はすぐにその求人に応募した。もともと大学を卒業後にそれなりに有名な企業で就業経験があったので、私は運よく採用してもらえた。こうして私は再び働きに出ることになった。久しぶりに夫以外の人とちゃんとコミュニケーションを取ったので、なんだか楽しかったし、職場の雰囲気も良かった。仕事もやりがいがあって、先輩方が丁寧に教えてくれた。主婦業も好きだけど、仕事をしている自分も私は好きなようだ。そしてちゃんと自分で稼いでいるということを体験できているのは、精神衛生上いいことのようだ。自分でも驚きだが、夫の給料が良くて豊かな生活をしていても、不安な気持ちというのはなかなか拭えないらしい。
それがたとえ少ない給料だとしても、自分で働いてお金を稼いでいることの方が私には重要だったようだ。だがそんな中、ある日問題が起きた。会社でトラブルが起き、みんなで残業をしないと対処できない状況に陥ったのだ。私はもちろん、みんなと一緒に会社に残って協力し合いながら対処した。問題というのはこのことではない。残業をしていたせいで、帰りが夜になってしまったことだ。その日、私が帰宅できたのは19時半で、夫はその30分後に帰ってきた。すると夫は、私の料理の支度が終わっていないのを見て、いぶかしげな顔をした。おい、なんで晩ご飯ができてないんだ。ごめんなさい、今日会社でみんな残業をしたの。それでさっき帰ってきたばかりで。今すぐ用意するから、先にお風呂に入っててもらってもいい？私はそう言いながら、晩ご飯の準備に取り掛かっていた。すると夫は急にテーブルをバンと叩いた。ものすごい大きな音に私は思わずビクッとする。ふざけるな。お前何様のつもりだ。え？何俺に指図してるんだって言ってんだよ。風呂に入るタイミングは俺が決めることだ。あ、ごめんなさい。もう少しだけ晩ご飯の準備がかかるから、その隙に入ってもらえばちょうどいいかなって思って。はあ、だから、それをなんでお前に判断されなきゃなんねえんだよ。夫は今まで見せたことないような怒り方をした。私はそんな夫の様子を見たことがなかったので、びっくりしてしまった。たく、俺はお前が家事を完璧にやるって約束したから、働くことを許可したんだぞ。それなのに、約束を破るとはどういうことだ。夫の怒りはなおも収まらず、私はただひたすら謝ることしかできなかった。そしてそれからというもの、夫の態度はどんどんひどくなっていった。なんだよ、今日は魚かよ。俺は肉が食いたいんだよ。どうして肉が出てこないんだ。ごめんなさい、昨日お肉だったから。栄養バランスとかを考えて変えようかなって思って。余計なことすんなよ。まったく、お前は使えない嫁だな。夫はその後も私のことを細かく注意して罵倒してきた。夫の怒り方はとても怖くて、私は変に刺激をしないように謝ることしかできなかった。そしてだんだんと、私は自分が悪いから夫を怒らせているのだと自分を責めるようになった。それからは、夫をいかに怒らせないように気をつけるようにした。だが夫は私がどれだけしっかりと家事をやっても、その時の気分によって理不尽に怒ってくる。おい、風呂の温度がぬるすぎるぞ。でも一昨日は暑すぎるって。口答えするな。お前は俺の望んでることを事前に察しろ。そんなのエスパーにしかできないだろう。だが夫に逆らうとさらに怒る。ごめんなさい、気をつけるわ。夫は私が塩らしくするといつも満足そうな顔をする。自分が嫁を従えているということが嬉しいのだろう。だが私はもうすでに夫に逆らうことができないようになっていた。そんな中、ある日両親が東京に遊びにやってきて、私に会いに来た。その時に合わせて私は有給を取っていたので、家で両親を待っていた。インターホンが鳴ったので、玄関を開けて私は両親を出迎える。お母さん、お父さん、久しぶり。私がそう言うと、両親は笑顔を見せた後にぎょっとした。え、どうしたの？のぞみこそどうしたの？そんなに痩せこけちゃって。え、そう。私は自分でも気がつかなかったのだが、以前よりもだいぶ痩せていたらしい。そして頬もこけているそうだ。食事自体は問題なくとっていたから、私は両親に言われて、
初めてそれくらい体にストレスがかかっていることを知った。のぞみ、あなた何かあったの？私は両親にそう聞かれて初めて自分の悩みを話した。すると両親はみるみる顔を赤くしていき怒っていた。マサト君がしていることはモラハラじゃないか。絶対に許さん。え、モラハラ。私はその時やっと目が覚めた。今まで少しずつ夫に洗脳をされていたようだ。あなたは悪くないと両親に何度も言ってもらえて、やっと私は正気を取り戻すことができた。そして私は夫と別れる覚悟を決めた。だが現時点で夫のモラハラについての証拠を全く残していなかった。だから少しでも夫のひどい発言を記録に残さなければ。両親は心配して今すぐに帰ってこいと言っていたが、私は証拠を残すためにもう少しここで生活をすることに決めた。別れる前提ならば夫から理不尽なことを言われても我慢できる。それに理不尽なことを言われるたびに私が離婚で有利になると分かっているので耐えられそうだ。その後も夫は相変わらず私を罵倒したり困らせるような怒り方をしてきた。私はその度に録音をしてさらに日記に記録を残した。それから私は他にも気になることがあったので調べることにした。するととあることが分かった。これは離婚にかなり有利になりそうだ。そしてある日、私はまた仕事で残業をしなければならない日があった。そのため帰るのが遅れてしまった。するとそういう時に限って、夫は早く帰ってきているのだ。おい、お前またやったな。私が帰ってくるとそうやって怒鳴ってきた夫。ごめんなさい、また残業があって。言い訳はいらないって言ってんだろ。そう言って食卓テーブルを蹴った夫。ものすごい音を立てて椅子が飛んでいったので、私はびっくりしてキャーと大声を出した。夫は顔を真っ赤にして怒っている。本当に使えない嫁だな。お前みたいなやつは俺のタワマンから出ていけ。手取り14万の雑魚が。そう言って私を追い出そうとしてきた夫。いつもなら怖くて縮こまる私だが、もう覚悟は決めている。私は怯えながらも頑張って言い返した。いいけど大丈夫。は、何がだよ。いぶかしげな顔をして私を見てくる夫。私があることを伝えると夫の顔が一気に青ざめた。あなたの今までのモラハラ発言、録音して記録に残してるわよ。は。データは全部あなたのご両親に送る準備が整っているし、あなたの会社にも送れるようにしてるわ。う、嘘だろ。本当よ。それに他にも、あなたが不倫をしている証拠も掴んでるんだから。え。私はそう言って、カバンから証拠写真を取り出して見せた。なぜこんな写真を。言い逃れはできないわよ。私がここを出ていくことになっても、あなたが社会的に生きていられなくなるようにしてやるから。そんな。ちょっと待ってくれ。一回落ち着こう。自分がまずい状況にあることを理解したのか、夫はそう言ってきた。だが私にはもう話すことなんてない。私は至って冷静よ。あなたのような短気のモラハラ不倫男とはもう結婚生活は続けられない。こっちからこの家を出て行ってやるわ。モラハラによる精神的苦痛と不倫のどちらについても慰謝料を請求するから。そんな。私はそう言って荷物をまとめ始めた。おい、本当に出ていくのか。夫はさっきまでの勢いが一気に消え、泣きそうな顔で私を引き止めようとした。だがもう私は彼のことを怖いとは思わなかった。ええ、あなたとこのまま一緒にいたら私は壊れてしまうわ。
だからもうここを出ていくわ。不倫相手と一緒になれるんだからいいじゃない。慰謝料は取れるだけ根こそぎ奪うけどね。私はそう言って玄関に行き靴を履いた。夫はその場から崩れ落ちて呆然としながらこちらを見ていた。そして私はタワマンを出てタクシーに乗り込み空いてるビジネスホテルに向かってもらった。それから翌日親に車で迎えに来てもらい実家に帰った。その後は弁護士を通して夫と不倫相手に慰謝料を請求。また夫にはモラハラについての慰謝料も請求した。そして弁護士の方に夫の職場と夫の実家に内容証明を送ってもらったので夫のモラハラと不倫はあっという間に広まった。その結果夫は会社でも問題となり課長から降格処分となった。さらには減給の上で地方の力仕事の部署に飛ばされたそうだ。そのためタワマンも解約をしなければならなくなった。不倫相手は元夫がモラハラで慰謝料を請求されたと知って怖くなり元夫の前から姿を消したそうだ。さらに元夫は義両親からも縁を切られ、現在は誰一人味方がいない状態で地方で寂しく働いているそうだ。モラハラと不倫の慰謝料の総額は相当なものになっているので仕事を辞めることはできず、日々ストレスだけがたまる状態で辛い日々を過ごしているらしい。一方、私は現在働いている会社で正社員として雇ってもらえることになり、安定した収入を得ることができている。しばらく恋愛はいいので、今は仕事に打ち込んでステップアップしていくことを目標にしようと思う。あれ、どうして来たのかしら。私あなたには来ないでって言ったわよね。化け物の席はないから帰って。兄嫁はそうやって私を結婚式会場から追い出そうとしてきた。はい、後悔しないでね。私はそう言って式場を出た。1時間後私は兄に呼ばれて仕方なく式場に戻った。お前なんてことを。兄嫁の父は兄嫁にそう叫んだ。だがもう遅い。私の心は決まっているのだから。私の名前はのぞみ、32歳の会社経営者だ。私の会社は化粧品を取り扱っている。もともとあるコンプレックスが原因で、人前に出ることが苦手だった私は、そのコンプレックスのおかげで化粧品を自ら開発するようになった。そしてそれから会社を立ち上げて、今は優秀な部下たちと一緒に会社を切り盛りしている。私のコンプレックスとは、顔の傷だ。私は額にパックリと割れた傷跡が残っている。これは小さい頃に事故に遭ってできた傷だ。私は4歳上の正人という兄がいるのだが、私はよく兄の後ろについて行っていた。大好きなお兄ちゃんと一緒にいたいから、兄が公園に遊びに行くときは必ずついて行った。兄は私の面倒を見つつ、同級生の子と遊んだりしていたのだが、ある日兄が友達と違う公園に場所を移そうと移動を始めたことがあった。私は兄たちのペースに追いつけず、兄たちが先に信号を渡ってしまった。私は、待ってと言いながら、信号が変わっているのに気づかずに横断歩道を渡り始めてしまったのだ。その時、一台の車がこちらに走ってきていた。急ブレーキをかけたのだが、停止しきれずに私はドンとぶつかってしまい、軽く吹っ飛んで、額をコンクリートに打ってしまったのだ。すぐに救急車で病院に運ばれた私。車がある程度ブレーキをかけてスピードを落としていたので、私は大怪我はしなかったが、額がパックリと割れてしまった。親が血相を変えて病院にやってきて、私を抱きしめる。そしてすぐに兄に、どうしてちゃんと面倒を見てなかったの?と怒った。兄はごめんなさいと、何度も親に謝っていた。親はその後、
私を引いた車の運転手と話をしに行ったのだが、兄は私と二人きりの時もずっと謝りながら、ベッドで横になっている私の手を握りしめた。私の額の怪我は結局跡が残ってしまい、女性としてはかなりマイナスになってしまった。だから私は基本的に前髪を下ろした髪型で学校生活を送っていた。体育の授業などで走ったりしないといけない時とか、風の強い日などに前髪が上がってしまうと額の傷がはっきり見えてしまうことがある。その時は私は同級生の男の子たちからいじられてバカにされていた。幸い女の子の同級生は私のことをバカにはせず普通に接してくれたので、友達がいないとかそういう状況にはならなかった。兄はあの時の出来事以来、私にとても過保護になり、いろんなことを心配してきた。もし意地悪されたらお兄ちゃんを呼べよ。俺がバカにした奴らをぶっ飛ばすから。兄なら本気でやりかねないと思ったので、私はあえて言わなかった。それに男子たちがバカにしてきても、女子の同級生たちが守ってくれていたから、そこまで気にするほどでもなかった。だがこの傷自体がコンプレックスになっていたことは事実だった。成長していくにつれて、私もいろんな髪型をしてみたいと思っても、前髪を下ろしたパッツンヘアーしかできなかった。そしてこのような傷があるから、私はなかなか恋愛ができなかった。もし結ばれても絶対に嫌われる。そう思うと怖くて恋愛に積極的になれなかった。そんな感じで思春期と呼ばれる時期を私は過ごしていたのだが、ある日高校生の時に仲のいい友人からこんなことを言われた。綺麗にメイクとかすれば傷も薄くなるし、いろんなおしゃれができるようになるんじゃない？私はその言葉にハッとした。大人になったら女性はみんな化粧をする。まあ中高生の頃からする人もいるが、うまくメイクをすれば私のこの傷も目立たなくなり、好きな髪型ができる。そう考えただけでワクワクした。それから私は学校が休みの日に友達と安い化粧品を買い、家に戻ってたくさんメイクをした。SNS や動画とかに上がっているメイク術を見て、自分なりに研究したりもした。そのおかげで、高校を卒業するときはすっかりメイクが得意になっていた。それから私は美容専門学校に通い、さらにメイクなどについて勉強するようになる。親と兄は、私が自分の道を見つけたことに安心していた。しかも私が自らメイクを楽しみ、おでこを出した髪型とかをしだしたのを見て、泣いて喜んでいた。私自身も、コンプレックスを解消できた気がして嬉しかった。新しい道が切り開けたような気がした。その後、専門学校を卒業した私は化粧品の販売会社に就職。それからは一生懸命に働いた。ある程度キャリアを積んでから、私は自分で化粧品会社を始めた。まさか私が起業までするとは思っていなかったようで、親も兄も驚いていた。だが私が自分で道を切り開く姿を見て、喜んでくれていた。一方、兄はあの事件以降、ものすごく勉強を頑張っていた。そしてずっといい成績を残して、高校も大学も有名な進学校に進学。大学を卒業後は大手の外資系企業に就職した。私は以前、兄にどうしてそこまで勉強を頑張っていたのか聞いたことがある。すると兄は、俺のせいでのぞみに怪我をさせてしまったから、いい会社に就職してたくさんお金を稼いで、治療費を出してあげたいって思ったんだ、と答えた。大人になったら、きっといろんな治療法が出ているだろう。その時にのぞみのためにすぐお金を出せるようにしたかったんだ。兄はずっと私の怪我が自分の責任だと責めていたようだ。あれは私が悪いというのに。そうやって心優しい兄のことが私は大好きだったし、
努力を重ねるところを尊敬していた。そして私は兄のことを責めてはいないのだから、自分のせいだとは思わないでほしいと思った。あの時は親も相当テンパっていて、だから思わず兄のことを責めてしまったのだと思う。私も大人になって楽しく生活をできているし、自分を追い込みすぎないでほしい。どうやったら兄が自分を追い込みすぎずに済むようになるのか、そう考えた時にある答えに達した。私が結婚をして幸せな姿を見せればいいんだ。そう考えた私は、今まで仕事人間だったが結婚や恋愛にも目を向けるようになった。そしていろいろと出会いの場に足を運ぶようにしたところ、素敵な男性と出会うことができた。彼はとても優しくて穏やかで、それでいて仕事熱心だった。私と彼は距離が縮まっていき、そして告白をされた。私はすぐに額の傷について話をしたのだが、彼はそんなの気にしないと私の目をまっすぐ見て言ってくれた。それからお付き合いを始めて、順調に交際を進めて私たちは結婚することに。私が結婚報告をすると、兄はとても驚き、そして涙を流して喜んでくれた。そうか、望みが結婚か。本当によかった。兄はやっぱり相当責任を感じていたようだ。私はこうして幸せをつかんだんだから、お兄ちゃんも変な責任を感じなくていいんだよ。これからは自分のために生きてね。私がそう言うと、兄はさらに泣いていた。その後、兄も婚活を始めていた。私が結婚したのは31歳の時だったので、兄はその時35歳だ。全然結婚していてもおかしくない年齢だったのだが、兄は私よりも先に結婚をして幸せになってはいけないと遠慮していたそうだ。兄が婚活を始めると、たくさんの人が兄に言い寄ってきたらしい。まあ兄は顔もいいし、何より優しい。そして大手の外資系企業で部長を務めているので、給料もかなり高かった。だから結構モテていたそうだ。それから兄は、友人に誘われたパーティーである女性と出会った。それが後に兄の婚約者となるゆかさんだ。ゆかさんはそのパーティーでも、一番と言っていいほどの美人さんだったそうだ。彼女は兄のことを気に入ったそうで、向こうから積極的に話しかけてきたらしい。そして連絡先を交換し、食事やデートに行くようになって、二人の交際が始まったそうだ。それから一年ほどお付き合いをして、兄とゆかさんは結婚することになった。私は結婚の挨拶に、兄が実家を訪ねた時に同席をした。ちょうど仕事が休みだったので、兄と結婚する人がどんな人なのか見てみたかったのだ。ゆかさんは本当にとても美人で、私も親も驚いた。まるでモデルさんのようだ。だがこの時に私は彼女に対して、すごく嫌な印象を抱くことになる。彼女は私が自己紹介をすると、額をちらちら見ていた。この時、私は髪を上げていた。メイクはそこまでしっかりとしていなかったので、割と傷ははっきり見えていた方だと思う。だがみんなで話している時も、彼女は私の額をちらちらと見ていた。そして私が話す時は、ものすごく素っ気なかった。確実に私のことをこの傷が原因で避けてるなと感じた。まあこういう対応をされたことが今までゼロではなかったので、こういうタイプの人かと残念に思うだけだった。まあ兄が結婚すると決めた人だし、私には口を出す権利はない。兄嫁となる人と仲良くできないのは寂しかったが、それも仕方ないかと考えることにした。そして私には他に嬉しいことがあった。それは私のお腹の中に子供がいることだ。すでに妊娠5ヶ月目で、ちょっとずつお腹も大きくなっていた。私は仕事の量を減らしつつ、夫と一緒に子供が生まれてくるのを心待ちにしていた。
だからちょっと嫌なことがあってもそこまで気にしなかった。しかしこの兄嫁はこのあととんでもないことをしでかすのだった。兄とゆかさんの結婚の報告の挨拶が終わって数日が経った時のこと、いきなりゆかさんから LINE が来た。一体何だろうと思ってメッセージを見ると、結婚式には参加しないでちょうだいという内容が来たのだ。私はびっくりしてしまった。どうしてですか？私は一旦自分を落ち着かせてから返事を送った。すると彼女は、額に目立つ傷があるような人に来てほしくないのよと返してきた。まさかそんなことを堂々と言ってくるなんて。私はゆかさんの方から連絡先を交換してほしいと言ってきたから、もしかしたら私と仲良くする気があるのかと勘違いをしていた。だが彼女はこのことを言うためにわざわざ連絡先を交換してきたのだ。ゆかさんは、両家の顔合わせにも来ないでちょうだい。私の親にあんたの姿を見せたくないわ、というメッセージも送ってきた。私は絶句してしまった。ここまであからさまに傷のことを言って、私を攻撃してきた人はいない。そして一気に彼女のことが嫌いになった。私は両家の顔合わせには参加しないことにした。彼女の顔を見たくなかったし、それに妊娠しているとはいえ、会議などいろいろと忙しくて顔合わせに参加できるか怪しかったからだ。望まれていないのならば参加する必要もない。兄や両親には申し訳ないが、私は適度な距離感を持って兄嫁と接することにしようと思った。兄と両親は私が両家の顔合わせに参加できないことを知り、残念そうにしていたが、仕事なら仕方ないと諦めていた。両家の顔合わせはとりあえず無事に終わったそうだ。そして兄から結婚式について連絡が来た。招待状を送るから絶対に予定合わせてきてくれよ。まあ赤ちゃんのこと考えて調子が悪かったら無理はしなくていいけど。そうやって私のことを気遣ってくれる兄。私は兄嫁から来るなと言われていることを兄には言えなかった。というか兄から来てほしいと言われているのなら別に言っていいだろうと思った。夫も兄嫁の言葉なんて気にしなくていいと言ってくれたので、私は夫と一緒に兄の結婚式に参加することに。それから数ヶ月が経ち、あっという間に兄の結婚式の日がやってきた。私は夫と一緒に結婚式会場へ。会場に着くと、兄や両親と会う前に兄嫁と遭遇してしまった。兄嫁は私の姿を見つけるや否や、顔をしかめながらこちらにやってきた。あれ、どうして来たのかしら。私、あなたには来ないでって言ったわよね。ゆかさんに何を言われても、私は兄に招待されているので来ますよ。私がそう言い返すと、彼女は目を見開いて睨みつけてきた。あんたね、私が来ないでって言った意味を理解してる。額に傷がついてて気味が悪い上に、巨漢のようなお腹をして気持ちが悪いわ。まるで化け物みたい。人間を食らってるのかしら。私は耳を疑った。どうしてそんなことを平気で人に言えるのだろうか。化け物の席はないから帰って。兄嫁はそうやって私を結婚式会場から追い出そうとしてきた。もうこの人には容赦しない。ここまで性格が悪い人は初めてだ。お兄ちゃんごめん。はーい。後悔しないでね。私はそう言って式場を出た。夫も怒っていて、私と一緒に出て行った。あんなひどい人の結婚式になんて参加したくない。そして私はとあるところに電話をかけた。それでも気分が落ち着かなかったので、おいしいものを食べに行こうと夫と話し、高級レストランへ行くことに。おいしい食事をしてちょっと気分が落ち着いた頃、兄から電話がかかってきた。のぞみ。
どうして来ないんだ。ああ、ごめんお兄ちゃん。実はね、私はユカさんとのやりとりについて説明をした。え、ユカが。うん、夫も隣で聞いていたわ。そんな、ちょっとユカと話してくるよ。そう言って電話は切れた。1時間後、私は兄に呼ばれて仕方なく式場に戻った。兄からちゃんと話がしたいから戻ってきてほしいと言われたのだ。私たちが結婚式会場の控え室に行くと、兄と両親、そして兄嫁と彼女のご両親が揃っていた。そして兄嫁の父親は私のことを見かけると絶句していた。社長、どうしてここに。どうしてって、私はあなたの娘さんの婚約者の妹ですから。え、実は兄嫁の父親は私が経営する会社の取引先の会社で専務をしている人だった。両家の顔合わせに私は参加していなかったから、向こうは私がまさか結婚相手の妹だと知らなかったようだ。だが私は兄嫁のことを調べていたので、父親が取引先の専務だと知っていた。私は知っていながら、別に私自身の結婚とは関係ないしと思い黙っていた。兄嫁の父は、おそらく兄嫁から婚約者の妹は会う必要もない人だとか、そういう説明を受けていたのだろう。お前、なんてことを。兄嫁の父は兄嫁にそう叫んだ。社長、娘が大変失礼なことを言っていたようで申し訳ありません。ちょっとお父さん、どうしてこんな女に謝るのよ。うるさい。お前のせいで私が仕事を失うことになったらどうしてくれるんだ。兄嫁はようやく私を存在に扱ったことがどれほどまずいことだったのか理解したようだ。お前も謝れ。そう言って兄嫁の父は兄嫁の頭を掴んで下げさせた。申し訳ありません。そうやって謝ってきた兄嫁。だがもう遅い。私の心は決まっているのだから。残念ですが、そうやって形だけの謝罪をされても私は御社との取引をやめます。そんな取引をやめられたら、うちはかなりの損失を被ることになります。そしたら私は確実に首が飛んでしまいます。どうかお許しいただけないでしょうか。そう言って土下座までしてくる兄嫁の父。だが確実に自分の保身のために謝っているだけだ。さっきから私の顔についての話を出してこない。私はこの顔の傷がきっかけで化粧品の会社を始めたんです。そしてこのお腹は妊娠しているからなんですよ。そういったことを何も知らないで見た目だけで判断して、ひどく罵倒してくる人に娘さんを育てた方が専務を務めるような会社とは取引したくありません。まあ、あとは御社の社長との話ですし、あなたたちは関係ないですね。とにかく、私はもうあなたやあなたの娘さんの顔を見たくありません。これが私の気持ちです。じゃあ、帰りますね。私はそう言って夫と一緒に控え室を出た。兄嫁と兄嫁の父は顔面蒼白の状態で、その場にへたり込んでいた。それから兄は兄嫁との結婚式を中止にし、婚約破棄をしたそうだ。参列してくれた人たちには祝儀を返し、食事会兼同窓会のような形にして料理を堪能してもらったようだ。兄嫁は必死に兄にすがったが、兄は全く相手にせず、兄嫁と縁を切ったらしい。ちなみに兄嫁の父は平社員に降格処分となった。そして給料が一気に下がり、二度と出世が難しい状態になった。彼が上の立場にならないのなら、取引を続けても大丈夫だろうと思い、取引はやめないことにした。兄嫁一家は、今回の件でお互いを責め合い、家族仲がひどくなったらしい。
しかももともと裕福だったのが一気に給料が減ったので、生活水準を下げることができず、浪費を繰り返して借金が増えてしまっているんだとか。その結果、元兄嫁は兄にしつこくつきまとい、ストーカー状態になって借金の返済を手伝ってほしいとか、復縁してほしいと迫っているようで、最終的に警察に逮捕されたようだ。現在は接近禁止令が出ている上に、元兄嫁は自分の浪費で作った借金の返済に追われているようなので、とりあえずは安心していいようだ。その後、私は無事に赤ちゃんを出産。可愛い女の子が生まれた。夫と両親と兄とみんなで娘を可愛がりながら、家族仲良く幸せな日々を送っている。これから私は仕事と同じくらい、子育ても頑張っていこうと思う。ちょっとのぞみさん。あなた、一体どういうつもり？え？料理のことよ。去年と全く同じじゃないのよ。ふざけんじゃないわよ。そうやって好きあらばサボって。あんたみたいな出来損ないに頼んだのが間違いだったわ。恥さらし嫁などいらん。私はもう我慢の限界だった。そうですか。いらないんなら喜んで帰りますね。私の名前はのぞみ、33歳の主婦だ。夫のまさとと結婚して3年が経つが、私には悩みがある。それは義母の存在だ。義母は嫁いびりが大好きなのか、単純に私のことが嫌いなのか、そのどちらもなのかわからないが、とにかく私への当たりがきつい。思えば結婚当初から義母の当たりはきつかった。ちょっとのぞみさん、どうして座ってるの？え？あなたは本当に使えない嫁ね。正月でも何でもない時に義実家に遊びに行った時のこと。義母は笑顔で出迎えておいて、私が今でギフトお話をしているといきなりそのような鬼の形相で怒ってきたのだ。その時はさすがの義父も驚いていた。おい、お前、なんでそんな態度を取るんだよ。マサトのお嫁に来てくれたというのに。義父はそうやって私のことをかばってくれたのだが、義母は義父に負けることなく言い返していた。最初が肝心なのよ。姑には嫁を厳しく指導する役目があるんだからね。今時そんなのは時代遅れだろう。義父も負けじと言い返すが、義母も一歩も引かない。時代なんてどうでもいいのよ。私はのぞみさんのためを思って言ってるんだから。義両親の喧嘩の原因が私であることが申し訳なくなり、結局私がお母さん、すいませんでしたと言って、お父さん、かばってくださってありがとうございますと言い、慌てて義母の手伝いに行くということで収まった。だがその後の義母とのやりとりが最悪で、義母はあなたのせいだからね、などとぐちぐちと言って私をいびってくるのだ。そんなことがあったから私は即刻盆と正月以外は義実家に行かないと決め込んだ。ちなみに夫はというと、義父が私をかばってくれているのに、自分は全く興味がない様子でテレビに夢中になっていた。義両親に気を取られていたが、夫が一番ダメだと思う。普通は嫁がいびられていたら夫が守るべきだろう。しかも義父が代わりに怒ってくれているのにもかかわらず、自分は関わってこないなんてありえない。初っ端から夫に対して幻滅していた私だが、それでもすぐに離婚という感じで別れるのもなんだか違うなと思った。やっぱりちゃんと恋愛をして、この人と結婚をしたいと思って選んだ相手だから、まずはお互い歩み寄ることが大事だと私は思っているのだ。そしてそれから1年ほど経った頃、義実家で正月の集まりがあった。その時は親戚一同が義実家にやってきていて、大人数での宴会という感じだった。ほら、のぞみさん、何やってるの？
あんたはこの一家の長男嫁なんだから、一番に動きなさいよ。本当にあんたはのろまなんだから。義母は相変わらず会うたびに私をいびってきた。実際に私は一番に動いているし、そもそも今日の宴会の料理も全部私が準備をして、私が一番運んでいる。さらには親戚の人たちに挨拶をしながらお酌をしている。だから義母にそんなことは言われたくはない。しかし義母は親戚の人たちに私のことをけなして伝えていった。本当に気が利かない嫁で困るのよね。こんなダメな嫁をもらったマサトがかわいそうだわ。まだ結婚して1年くらいだし、乗り換えても問題ないんじゃないかしら。そんなことを言って高笑いをする義母。私はここまで嫁いびりがひどいとは思わなくて絶句した。親戚の人たちも私とは初対面で、義母との付き合いの方が長いので、義母の言うことを信じている様子で、私に対して少し冷たい視線を送っている。義父は自分が気づいた時は訂正に入ってくれるが、大勢来ているので、他の席で他の親戚と話している時はこちらに来れない。だから義母は好き放題言いまくるのだ。そして夫はというと、私に対して全くの無関心。酒をしこたま飲んで食って、気づいたら一人で横になって寝ている。さすがに夫が全く守ってくれないことについては腹が立ったので、私は家に帰宅してから夫と話し合うことに。ねえ、私がいつもお母さんからいびられているの気づいてる。ええ、いびられている。誰が誰に。私がお母さんによ。もう話聞いてないの。なんだよ、大きな声出してうるさいな。あなたが全然関心を持たないからでしょ。普通は嫁がいびられていたら夫が守るべきでしょ。本当にいびられてるの？え？だってそんなに文句言うほどってよっぽどじゃん。それだったら俺が気づくはずじゃん。俺が気づかないってことは、旗から見たら全然大してひどくないってことでしょ。それを大ごとのように言われてもね。何言ってるの？お父さんはすぐにお母さんを注意してくれてるんだよ。気づいていないあなたがおかしいんじゃない？はあ？俺のどこかおかしいんだよ。義理の父がかばってくれて実の夫が無関心っておかしすぎるでしょ。そんなに言うなら今度の集まりの時にでも注意深く見ててやるよ。俺が嫁いびりだと判断したらちゃんと母さんに注意してやるからな。夫とはかなりの口論になったが、とりあえず義母が嫁いびりしていたら私の味方をしてくれると言ったので様子を見ることにした。そして数ヶ月が経ち、お盆に親戚の集まりがあった。そこでも相変わらず義母は私の悪口を親戚に言いまくる。のぞみさんったら全く顔を出さないのよ。私はコミュニケーションを取りたいと思ってるんだけどね。主婦なんだから昼間は暇なはずなんだけどね。いつも忙しくて来れないんだって。本当は私のことが嫌いなんでしょう。悲しいわ。嫁から好かれないのは姑の差がなのかしらね。今回は義母は私が義母を避けているような言い方をして悪者に仕立て上げた。確かに義母のことは嫌いなのだが、それは義母が私のことをいびってくるからだ。そこを省いていたら単純に私の性格が悪い感じで伝わってしまうだろう。私は夫の方を見た。夫は今回は義母のことを見て話を聞いていた。しかし義母が親戚たちに私の悪口を言っているのにもかかわらず、途中から他の親戚と話し始めて、また酒や料理に夢中になり始めたのだ。帰宅後、私は夫を問い詰めた。ねえ、どうして私のことを守ってくれなかったの？はあ？何がだよ。お母さんが私の悪口を言っていた時よ。母さんは事実しか言ってなかっただろ。え？お前が俺の実家に顔を出す頻度は低いんだから、
母さんが嫌われているかもって心配になるのは当然じゃないのか。母さんがあんな風に悲しんでいるのに、それを自分が悪く言われたなんて捉えるのは、お前ちょっと自己中心的すぎないか。世界はお前中心に回ってるわけじゃないんだぞ。私は唖然としてしまった。どうして私がそんな怒られ方をしなければいけないのだろうか。どう考えたって義母が悪いし、しかもそれに気づかない夫が間違っているだろう。私は夫に対してすごく幻滅してしまった。こんな人と結婚生活を続けられるのだろうか。そんなことを考えたが、私は現在ただの主婦で、仕事は結婚を機に辞めてしまっている。だから今すぐに離婚をしても、一人で生きていくことができない。それならばまずは就活をして仕事を決めなければ。しかし現実はなかなかうまくはいかず、面接を受けても不採用の連発。私はこの夫から離れられないのだろうか。だがここで諦めるわけにはいかない。私はその後もくじけずに就活を進めていった。気づけばすでに年末を迎えるほど時は過ぎていた。そしてそれは再びあの正月の集まりに参加しなければいけないことを意味する。参加しないというと夫だけでなく義母からもあれこれ言われるし、そもそも私がいない時にどれだけひどいことや根も葉もない噂を親戚たちに流すかわからないので、参加しないと参加しないで落ち着かない。できれば今回で最後の参加にしたいと思いながら、私は夫ともに義実家へ。義母は相変わらず私をいびってやるという感じで待ち構えていた。のぞみさん、遅いわよ。さっさと料理を準備しなさい。はい。私はおとなしく従い、料理を作り始めた。大変だったが、とりあえず人数分の料理が完成。早めに作り終えることができたが、親戚の人たちもすでにちらほら来始めていた。私は新年の挨拶を早めに来た親戚たちにした。するといきなり義母が鬼の形相でこちらにやってきた。ちょっとのぞみさん。あなた、一体どういうつもり？え？料理のことよ。去年と全く同じじゃないのよ。ああ、それは。ふざけんじゃないわよ。そうやって好きあらばサボって。親戚の方たちにまた同じ料理を食べさせるなんてどういう神経してるのかしら。ものすごい勢いで怒る義母。私は別にサボったわけじゃありません。夫も近くにいたので、私は最後の望みとして夫に助けを求めた。ねえ、あなたからも何か言ってよ。これで私の味方をしてくれないのなら別れよう。そう心に決めて私は夫に聞いた。だがやはりと言うべきか、夫は味方をしてくれなかった。お前がサボったんだろ。え？去年と同じ料理なんてサボりでしかないだろ。親戚の人たちに怠惰な姿を見せて恥ずかしいな。そんな。夫がそう言ったことで仲間を得たと思った義母はさらに調子づいた。あんたみたいな出来損ないに頼んだのが間違いだったわ。そして義母はなんと私が作った料理をゴミ箱に捨て始めたのだ。何するんですか？大事な親戚の方たちに同じ料理なんて食べさせられないでしょ。今から高級寿司を注文するから、あんたが全員分を負担しなさい。母さん、いいアイデアだな。のぞみ、お前への罰だ。そう言って夫は寿司屋に電話をし始めた。そして義母は勝ち誇った顔をしながら私にこう言った。恥さらし嫁などいらん。さっさとこのゴミ料理の食器を片付けなさい。私はもう我慢の限界だった。そうですか。いらないんなら喜んで帰りますね。え？驚いた顔をする義母と夫。だが私は二人の反応など気にせずに帰る用意をしてカバンを持った。もう限界ですので、
離婚させてもらいます。離婚？おい、ちょっと待てよ。夫が慌てて追いかけてくるが、私は無視をして義実家を後にした。そして車に乗って家に帰り、荷物をまとめて自分の実家に帰った。両親はびっくりしていたが、事情を聞いて呆れていた。それから実家でゆっくりしながら、久しぶりに母が作った正月の料理を食べてまったりとしていた。夫からは鬼のように電話が来ていたが全部無視。翌日になって再び電話が来たので仕方なく出た。おい、のぞみ。今どこだよ。実家よ。荷物はもうまとめて持って帰ってきたから、あとはあなたと離婚するだけ。そんな、本気で言ってるのか。当たり前でしょ。原因は母さんだろ。なんで俺と離婚するんだよ。あなたアホなの。私は何度もあなたに助けを求めたじゃない。それなのに全く助けてくれないし、あろうことか私をお母さんと一緒に責めてたでしょ。そんな人と結婚生活を続けられるわけないじゃない。そんな。なあ、頼むよ。離婚なんてしないでくれよ。実家も大変なことになってるんだ。夫は聞いてもいないのに、私が帰った後のことを話した。義母と夫は、なんて嫁だ。と怒っていたそうなのだが、そこに夫のいとこの5歳の息子ちゃんがやってきたらしい。義母は、あら、どうしたの？と優しく話しかけると、その男の子はゴミ箱に捨てられた料理を見て突然泣き出したそうだ。僕が大好きな料理が捨てられてる。とワンワンと泣き出すので、義母が慌てていると男の子の祖母であり、義母の姉にあたる人物が登場。ちょっと、なんで私の孫が泣いてるんだい？義母は昔から義母の姉のことが怖いそうで、動揺してあたふたし始める。すると一部始終を見ていた親戚が義母が去年と同じものを作るな。と言って料理をゴミ箱に捨てたことを義母の姉に報告した。それを聞いた義母の姉は大激怒。あんた、何やってるんだい？去年と同じ料理をのぞみさんに頼んだのは私だよ。え？食べられないものが多い孫が大好きなものばかりを作ってくれたから、今年も同じものを多めに作ってもらうように頼んだんだよ。そんな。でも高級寿司を頼んだからそっちの方がいいでしょ。ふざけるんじゃないよ。孫は生魚がダメなんだよ。何も食べられないじゃないか。ごめんなさい。もういい。私たちは帰る。二度と正月の集まりには来ないよ。義母の姉はそう言って夫のいとこ夫婦と孫を連れて帰ったらしい。義母の姉は義母よりも親戚の人たちから慕われていたし、また義母が料理を捨てたのを見てさすがにやりすぎだと思った人も多かったらしく、誰も義母の味方をしなかったそうだ。そして騒ぎを知った義父が大激怒し、義母に離婚だと言ったらしい。夫も義父や親戚たちから嫁を守らないダメな夫として責められ、さらには約30人分の高級寿司を自分が全て支払わなければならなくなったそうだ。俺が約30万を負担したんだぞ。欲しいものだっていろいろあったのに、今回のことで俺はこんな罰を受けたんだから許してくれよ。一体どういう理屈だろうか。何言ってるの。そんなの私には関係ないし自業自得でしょ。とにかく私はもうあなたとは一緒にいられないから離婚するわ。あとは弁護士を通してやり取りしましょう。そんな。私は一方的に電話を切った。その後、父に紹介してもらった弁護士に頼んで夫との離婚を進めてもらった。義母は本当に義父に捨てられたようで、ずっと専業主婦だった義母は働き口もなく元夫のもとに押しかけたそうだ。だが元夫は
こんなことになったのは母さんのせいだ。と言って毎日のように元義母を責めているようで、元義母は精神的に追い込まれているらしい。すると元義母は家事を全くしなくなり、元夫は一人で家事をして二人分の生活費を自分の給料から支払わなければいけなくなり、生活が苦しくなったそうだ。一方、私は無事に再就職先が決まり、現在は会社員としてバリバリと働いている。今は貯金を貯めながら、新しい趣味でも探そうかなと思っている。ちょっとお母さん。何をするつもりですか？こんなものを大事な親戚の人たちに出したら失礼でしょ。次の瞬間、義母は大皿をひっくり返して床に料理をぶちまけたのだ。キャー、こんな飯食べられるか。早く作り直せ、このグズ嫁が。信じられない。だが義母は一つだけ大きなミスを犯した。お母さん、それ私が作った料理じゃないです。私の名前はのぞみ、42歳の兼業主婦だ。現在は夫のまさとと娘のゆかと義母の4人で、義実家にて暮らしている。義実家で同居をし始めて2年が経つが、私はそろそろ限界を感じていた。というのも義母からの嫁いびりがひどいのだ。ちょっとのぞみさん、なんでまだご飯ができていないの？すいません、ちょっと仕事が残業で。家庭よりも仕事を優先するなんてありえないわ。そんな仕事ならさっさと辞めてしまいなさい。え、いや、そんな無責任なことできませんよ。うるさいわね。家事がおろそかになるくらいなら仕事なんてしない方がいいわよ。そんなこと言われても、これから娘に関してたくさんお金がかかる時期なのに、辞めることはできない。娘は現在中学2年生の14歳。これから高校受験に向けて塾に通い始めているし、部活だって合宿だとか道具の買い替えなどでお金もかかる。高校や大学の学費だってかかるし、それらのお金を用意しながら老後の貯金をしていくには、私もパートとして働かないといけないだろう。それなのにそんなことを理解してくれない義母には腹が立つ。それともただ私をいびりたいだけなのか。義母だって息子二人を育ててきたのだから、子供に関してどれくらいお金がかかるかわかるはずだ。そもそもこの同居生活も義母が望んでしてきたことだ。義父が2年前に他界し、一人でいるのは寂しいからと夫に懇願して同居を承諾してもらったのだ。本当なら私は義母と同居なんてしたくなかった。それでも夫が母さんがかわいそうだからと言ったから私もしぶしぶ同居を認めたのだ。そういう経緯で私たちが同居をしてあげているということを義母は理解しているはずなのに、なんで嫁いびりをしてくるのだろうか。義母は私への文句はもちろんだが、他にも面倒なことをいろいろしてくる。ねえ、お母さん、私のシュークリーム食べた？え、食べてないよ。なくなってるんだけど。ええ。ちょっとお母さん、ゆかのシュークリーム食べましたか？なんだい、シュークリームなんて食べてないよ。私はクリームたっぷりの甘いものが苦手なんだから。それじゃあ誰が食べたって言うんですか？知らないよ。あんたかゆかのどっちかが嘘をついてるんじゃないかい？私は嘘つかないよ。食べられなかった被害者なんだよ。そう言ってもう一個食べようとしてるんじゃないのかい？そんな卑怯なことしないよ。どうだかね。ちょっとお母さん、やめてくださいよ。お母さんが食べてないっていう証拠もないんですからね。私を疑うっていうのかい？最低な嫁だね。ひどい親子だよ。そう言って怒りながら風呂に行く義母。娘と顔を見合わせて呆れる私。
そして翌日に私は家の掃除をしていたのだが、ちょうどお友達とお茶に行っていた義母の部屋もついでに掃除したところ、ゴミ箱にシュークリームの空き袋が入っていたのだ。これにはさすがに頭にきた。あんだけ私や娘のことをひどく言っておいて、結局自分が食べてたんじゃないか。このことは娘にもすぐに報告した。娘は怒りを通り越して呆れており、もうおばあちゃんとは必要最低限しか関わらない、と言っていた。私もできればそうしたい。だが今もちょうどその最中なのだが、夫は出張が多くて家を空けることが多いので、必然的に義母の相手は私になってしまうのだ。お母さん、あれだけ私たちのこと罵倒してたのに、シュークリーム食べてたのお母さんだったんですね。そう言って私は空き袋を見せた。すると義母は、そんなの私に身に覚えはないわ。と逆ギレ。きっとあなたかゆかがゴミ箱に入れたのね。勝手に部屋に入るだけじゃなく濡れ衣を着せてくるなんて最低ね。そんなことを言う義母。私もこの人の相手をするのはもう疲れると思い、適当に流すことにした。義母はそれからもぐちぐちといろんなことについて文句を言ってきたが、犬が何か叫んでいるなと思うようにしてからは気にならなくなった。義母は私が適当に流しているのに気づいているようで、文句を言いながら自分の方がストレスをためているようだった。そんなに私が嫌なら、同居を解消すればいいのにと思ってしまう。私に対してものすごい嫌悪感を示して嫁いびりをしてくる義母だったが、義弟嫁である舞さんのことはとても気に入っていた。話によると、義弟嫁は出身高校が義母と同じで、さらに義弟嫁は有名な名門大学を卒業している。そしてモデルの経験もあるほどの美人だった。そのため一緒に歩いたりしているだけで、いろんな人から声をかけられて義母も鼻が高いらしい。私からしたら血のつながった娘ではないし、義母が褒められているわけでもないのになんで義母が得意げなのだろうと疑問に思ってしまうが、義母は自分の息子がそういうハイスペックな人を捕まえたということは、そんな息子を産んだ私すごいという思考回路に至って威張っているようだ。ある日、義弟夫婦が家にやってきた時のこと。舞さん、いらっしゃい。上がってちょうだい。遠くからよく来てくれたわね。舞さんのために高級洋菓子を買ってきたのよ。お母さん、ありがとうございます。これ私の好きなやつですよね。よかったわ。喜んでくれて。ほら、のぞみさん早くお茶を入れて。はい。義母はそうやって私を顎で使ってくる。その洋菓子だって義母に頼まれて私が買ってきたものなのに。そうだ。夜ご飯も食べていきなさいよ。いいんですか？ありがとうございます。そう言って勝手に話を決めてしまう義母。どうせ作るのは私なのに。そして私が義弟夫婦と夫、義母、娘、私の6人分の料理を作ることに。義弟嫁は気を利かせて手伝いますと言ってくれるのだが、義母が、舞さんはお客さんなんだから作らなくていいわよ。こっち来てお話ししましょう。と言って止める。結局私は一人で全員分の料理を作り、くたくたな状態になる。私は我慢できなくなり、夫に相談した。今までは夫に負担をかけたくなくて我慢をしていた。しかし、いつまで経っても嫁いびりが終わる気配がない。こんな状態がこれから何年も続くなら私は耐えきれないだろう。そう思い夫に今までのことをすべて話したのだ。夫は驚いていた。そしてそういうことがあったのなら早く相談してほしかったと少し怒られた。だが自分が気づくことができなくてごめんと謝ってくれた。その後すぐに夫は義母に注意してくれたのだが、
逆効果だったようだ。あんた、息子に変なこと言ったみたいだね。私が嫁いびりしてるだって。ふざけんじゃないよ。ゆかのことだって、あの子が私に全然懐かないから悪いんじゃない。本当に最低な嫁と娘だね。それが嫁いびりでなくて何なのだと思ってしまうのだが、義母には常識が通用しないようだ。そんな中、義父の法事の日が近づいてきた。私と義母はかなり険悪ムードで会話自体減っていたのだが、いきなり義母が話しかけてきた。法事の後はこの家に親戚の人たちを招いて食事をとるから、あんた全員分の料理を作ってね。え、出前にしないんですか？そんなのダメよ。許さないわ。私がサボっていると思われるじゃないのよ。ちゃんと手の込んだ手料理を振る舞うこと。これは絶対よ。そう言って自室に行ってしまった義母。さすがに親戚全員分の料理を準備するなんて大変だ。一人ではできない。私は義弟嫁に相談した。よかったら料理を用意するのを手伝ってもらえないかと。すると義弟嫁は喜んで承諾してくれた。二人で手分けすればまあギリギリなんとかなるか。そして義父の法事の当日の朝、私が台所で食材を並べていると、義母が、じゃあちょっと私は用事があるから出ていくわね、と言った。え、今から出ていくんですか？仕方ないじゃない、用事なんだから。法事の前には戻ってこれるから。じゃ、料理の方は頼んだわよ。そう言って家を出ていく義母。おそらく私が義母に助けを求めてくるとでも思ったのだろう。だからそれを予測して家を出て、完全に私一人で料理をさせようと考えたようだ。しかし私には義母がいないのは好都合だった。ちょうど義母の入れ替わりで義弟嫁がやってきた。のぞみさん、頑張りましょう。義弟嫁は元気よくそう言って台所に立った。綺麗なのに性格が良くて完璧な人だなと思った。そして手際よく料理を進めていき、あっという間に準備が整った。これで法事が終わった後に仕上げをすれば完璧だ。義母は法事が始まる前に帰ってきた。あら、舞さん来てたのね。のぞみさん、料理はちゃんと準備したかしら？嫁によってこの態度の変えよう。私が夫に相談して注意してもらってからというもの、露骨に嫌っている態度を私に見せてくるようになったな。だがもう法事なので、親戚たちがやってくる。そうすれば義母から離れられる。束の間の休息という感じで、心も休められるだろう。そんな時だった。ちょっとのぞみさん、何よこれ。え、義母の声の方を見ると、台所で義母が準備した料理を見てそのように叫んでいる。こんなものを親戚の人たちに出すの。もっとちゃんとしたものを作りなさいよ。そう言って大皿に入った料理を持つ義母。私は嫌な予感がした。ちょっとお母さん。何をするつもりですか？こんなものを大事な親戚の人たちに出したら失礼でしょ。次の瞬間、義母は大皿をひっくり返して床に料理をぶちまけたのだ。キャー！私は思わず叫び声を上げた。こんな飯食べられるか。早く作り直せ。このグズ嫁が。信じられない。この人は本当に人間なのだろうか。まったく、あんたに頼むんじゃなかったよ。罵倒しながらニヤニヤしている義母。これは絶対にわざとだ。私が作ったものはどんなに美味しく作っていても、床にぶちまけるつもりだったのだろう。だが義母は一つだけ大きなミスを犯した。お母さん、それ私が作った料理じゃないです。え、
すると私の叫び声を聞いて台所にやってきた義弟嫁が叫んだ。キャー、私が作った料理が。え、義母は目を丸くしている。舞さんが作った料理。そんな、今日はのぞみさんにすべて任せたはずよ。親戚全員の分なんて一人で作れるわけないじゃないですか。だから舞さんに頼んで二人で手分けして作ってたんですよ。お母さんがわざと床にひっくり返したその料理は舞さんが作ったものです。私の発言に義弟嫁が目を見開く。え、お母さん、わざとひっくり返したんですか？ひどい。どうしてそんな意地悪するんですか？あ、いや、これはその、のぞみさんが作ったと思って。のぞみが作ったものならひっくり返すのか。まさとまで来てたの。夫もこちらに来ていたようだが、義弟も騒ぎに気づいてこちらに来ていた。俺があれだけ注意していたのに、嫁いびりをまだしていたのか。え、なんだよ母さん、のぞみさんに嫁いびりしてたのか。最低だな。違う、誤解だよ。お母さん、私が作った料理だと勘違いして舞さんが作った料理を床にぶちまけたのよ。何、母さん、どういうことだよ。義弟はその話を聞いて義母をにらみつけた。ちょっと待ってくれよ。それも誤解だよ。私は手を滑らせただけ。わざとそんなことするはずないでしょ。そうやって言い逃れをしようとする義母。しかしその時娘がこちらにやってきて、私、おばあちゃんがわざとやった証拠取ったよと発言。え、娘はそう言ってスマホで撮った動画を再生した。そこには義母が私に怒鳴り散らし、大皿を持ち上げて床にわざと落とす様子がはっきりと映っていた。いつの間にこんなの撮ったの。娘は義母をにらみつけながら、お母さんがおばあちゃんに呼ばれた時、嫌な予感がしたんだよねと言い放つ。母さん、もう言い逃れはできないよ。そして義弟夫婦、私たち一家も義母をにらみつける。義母は顔面蒼白の状態でうなだれた。この葬儀が終わったら俺たちは出ていく。あとは一人で勝手に暮らしてくれ。そんな私を見捨てる機会。自業自得だよ。舞さん、よかったら私と一緒に。絶対に嫌です。料理を粗末にしたり嫁をいびるような人と一緒に住みたくはありません。その前に俺が許さないよ。母さんと舞を日中に二人きりになんてさせられないからな。そんな床にこぼした料理はちゃんと自分で掃除してくれよ。俺たちは法事に行くからな。そう言って私たちは義母を置いて法事へ。親戚たちになぜ義母がいないのか聞かれた時に、娘が動画を見せるとみんな驚いていて、そして義母のことを軽蔑していた。義母が遅れてやってくると、みんなが冷たい目で義母のことを見ていた。義母は誰からも話しかけられなかったことで全てを悟ったのだろう。法事が終わると家に戻ってこなかった。私たちは残った料理の他に出前を頼んで、なんとか親戚全員分の料理を用意した。義母がいないので、とてもいい雰囲気で食事を終えることができた。翌日、義母は家に戻ってきて私たちに土下座をして謝った。そしてもう一度一緒に暮らすチャンスを与えてほしいと頼み込んできた。だがもうそんなチャンスなど与えられるわけがない。私は同居を始めてからの2年間、一度だって義母から優しくされた覚えがないからだ。そんな風に長期間にわたって人にひどい態度を取れる人が簡単に改心することができるわけないだろう。夫も娘も同意見だった。私たちは懇願する義母を無視して荷物をまとめて引っ越した。
義弟夫婦はもう義母の連絡先をすべてブロックしているようで、連絡すら取れないようにしているらしい。私たちも義弟夫婦に倣って義母の連絡先をブロックした。今回の件で義母は親戚からも疎まれる存在となったので、親戚の集まりに一切呼ばれなくなった。今義母が何をしているのかはわからないが、きっと一人寂しく孤独に生きているのだろう。だが全ては義母の自業自得だ。私たちは新しく引っ越した家で、家族仲良くとても快適に暮らしている。夫に相談した時に、夫が私を疑うことなくすぐに味方をしてくれたのは嬉しかった。この人とならこの先何があっても一緒に乗り越えていけるだろう。私は夫と一緒に娘の成長を見守っていきながら、これからも楽しくて幸せな家庭を築いていこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。